吉田町はかつて、広島県高田郡に存在した町である。戦国大名、毛利元成の居城である、吉田郡山城の城下町を由来とし、高田郡の中心地として栄えてきた。2004年3月1日に、高田郡の全六町が合併して発足した秋高田方市に移行したため消滅した。同時に、高田郡も消滅した、高速道路、編集国道、 編集主要地報道、編集一般県道、編集1911年4月事業許可を受け、12月に吉田電機を設立。当初事務所は呉市で役員に冴下東吉がいた、後に吉田町に移転した。発電所を吉田町あざき船に設置し1913年1月に事業開始した。供給区域高田郡吉田町、河井村、河野村、小田村。 1917年12月に、広島くれ電力に、事業上と1992年4月、J リーグサンフレッチェ広島は、広島県広島市をホームタウンとして誕生した。このチーム名は、毛利元成の故事、三本の矢にちなんで命名されたは、イタリア語で矢の複数形もので、このことから、元成ゆかりの地である、吉田町とサンフレッチェとの交流が始まった。 その交流の中で、吉田町はサンフレッチェに株主として出資、現在は秋田方氏が株主となっている。また1993年9月、吉田町がサッカー公園の整備を行い、サンフレッチェのトップチームの練習拠点とユースチーム育成の拠点を町内に置くことが決められた。同年よりユースチームは本拠地を町内に置き、吉田運動公園を 練習拠点として活動を開始。1994年、町内にサンフレッチャが費用を出してユースチームの寮である三谷寮を建設した。そして1998年11月に吉田サッカー公園が完成し、11月23日に完成式典が行われた。そして1999年2月からはトップチームの練習を吉田サッカー公園にて開始した。 さらに2005年5月には、吉田サッカー公園の隣に、吉田温水プールも完成し、日本でも有数のスポーツ施設となった、総合型地域スポーツクラブ、三つ屋の里スポーツクラブにもサンフレッチェは協力しており、サッカークラブの指導者に対して、資格習得の手伝いや、ユースが指導協力に当たるなどしている。毎年1月新神社にて、必勝祈願に参拝、秋には、 吉田サッカー公園にて、トップチーム及びユースの選手、スタッフ以下一同に集まり、秋田方市民と交流する、触れ合いサッカーフェスティバルを開催するなど、現在の吉田町は、サンフレッチェのマザータウンとなっている、日本全国諸外社役員6、第21回、日本全国諸外社役員6、第24回、電気事業要欄、第8回、電気事業要欄。 第11回、ありがとうございます。